どうもやってました。どうやった。皆さん行きましょう。渋谷唯一のピッタの実践調査。ついに来ましたね渋谷。渋谷やでこれもう。駅前で堂々と彼女の募集してるおっちゃんもおる。それが渋谷。すごいですね。さあ今日はね渋谷唯一のピン。実践調査。おお、唯一なんですね。唯一やね。すごい。まあ中身は一体どんな感じだと、っていうのをお伝えしていきますので、最後までお付き合いください。渋谷といえば若い細い可愛いこの三拍子が一番揃ってる。見てみよう。いやでも久しぶりに来たね。皆さん勘違いせんといてくださいね。今まで何本か渋谷に撮ったけども、あのお蔵入りばっかりになってるから渋谷がちょっと嫌いになってる。そんなわけじゃないですから。まもなくね、もう着きます。ごめん、もう角に今期待してもてんの。かわいい、やってるわ。はい、細いかわいい。これほんまかどうか。ほな、いでがす。大丈夫ですか。渋谷どうでした。渋谷いろいろやばい。いろいろってどういうことですか。まず驚きポイントが待合室がない。どこで待つんですか。外で待つ。へえ。ちょっと入り組んだビルで階段とかいろいろあって、確かに十分に外で待つスペースはある。外に灰皿とクーラーボックスにおしぼりが冷やされてる。どうぞお使いください。暑いですもんね。そうや、まあ、それでやっぱ渋谷は若くてイケメンな客がどんどん。そうなんですね。でようやく呼ばれて、お客様、暑い中、長々とすいませんでした。可愛い子お付けしますので、すいません。これね、こっからな。さらにソファーに案内されて、またそのソファーでもう一回待つ。どれぐらい待つんですか、ソファーで。体感時間は10分。じらされるっすね。でね、冒頭で言いました。渋谷といえば、若い、細い、可愛い。実際のところ。その通りや。マジっすか。全部クリア。おお。周りのキャスト見てもギャルはいるわ、可愛いわ、細いわで。すごいね。これが渋谷なんですか。すごいね。へえ。まあ、ちなみに僕についてくれた子は20歳。おお。162、3センチ。真っ白。人形より白いんだよ。マジっすか。いや人形によるかな。いろんな意味でピュア。20歳で。釣れてなくて黒髪ショートカットのピュアな。おー、清楚系な。めちゃくちゃ清楚。もうバッチリやと。ただね、プレイに関してはウーブでピュアなのがプレイに出てる。あー、なるほど。その辺にまだやっぱ経験値はなくて、当然こんなエッチなこと、あんなエッチなことっていうのはこれから経験するから。なるほどですね。まだ20歳ですもんね。そのピュアでウブなところを楽しめばいい、はい、あとまあこのサロンっていうのはどこまで脱いでいいかっていうのが地域によってルールが違う。まあ僕が散々行き倒してた吉祥寺に関しては上半身脱いだらあかん。そうなんですね。あ、なるほど。パーマンさんがってことですか。そうそうそう。ああ、なるほどなるほど。もちろん女子はすっぽんぽんです、はい、ああ、なるほどなるほど。でこっち側がどこまで脱いで OK かっていうラインが、はい、地域のサロンによってルールが異なる。なるほどなるほど。吉祥寺が逆にちょっと珍しい。ああ、なるほど。でね、顔に関しては芸能人やと杉咲花ちゃん、杉咲花ちゃんはなんかもっとこう素朴にしたよ。ああ、なるほど。でね、まあ浴衣イベントでこの浴衣が結構しっかりめについてて、あのほぐすにちょっと時間がかかる。あ、なるほどですね。まあいよいよそのまあ浴衣をね、ペロリにちょっと、剥がしました。びっくり。乳輪が1センチぐらいしかなかった。ドピンクでちっちゃいな。どころの小ささじゃない。へえ。マジでこんな。大げさじゃなく。ロシアの少女みたいな。ロシアの少女。ドピンクとちっちゃい。サイズに関しましてはギリギリか。スレンダーだから。なるほどなるほど。ベロシエル級に関してもすごく奥まで来ないみたいな。なるほどなるほど。甘い。まあしっかりでもビーチク、やっぱ僕の3号の方にも
てくれたし、パーマン毎回そのワードやかましいねんと、はい、お叱りいけそうですけれども、はい、もちろんペンタゴン社の、おお、やっぱりしたっすね。ペンタゴン、皆さんね、ペンタゴンというのはあのパーマン2号の別の動画でペンタゴンありますので見てくださいと。どうでしたリアクションは。これね、まだあんまり経験値がないから、でもまあ、僕はやっぱペンタゴンの使命なんで、はい、結果は20秒でいきます。早っ。なしあっさり、でまあペンタゴンでね、ボンボンボーンといってもらって、でビーチクナメも3号攻めもピュアでソフトやから、はい、なんかもう一発ちょっと刺激欲しいなと。この店で6級する人おる？おえ、そんな広ないんですよね。まあ、あの一般的なフラットシート、店舗の中もシート数8から10、まあ、一般的なほんまの、まあ、ビッグサロンのスペースというところで、6級ってあれですよねみたいな。すごいピュア&ウブ、ちょっと狭いですけど頑張りますみたいな感じで、なんとか6級の体勢なってもらって、ちょっと1分だけしようと。ごめんなさいね、もう1分だけってね、言い方やらしい。確かに、ほんまに1分だけないから。まあ6級して、まあ、おそらくこの子は僕の大好きな A なめ、この子は下手したらまだ経験ないやろと。でこれね、あの勘違いせんといてください。サロで A なめをしてもらうことは 99.9% ないです。そうなんですね。ただこっちからは別に OK、うん、ということで、ひょっとしたらその子の初 A なめとか、パワーさんがやったってことですね。おー、俺でもどうですか。びっくりした。それびっくりしましたね。でもね、悪くないぞというリアクションが、はい、本当に A なめダメな子はあそこダメってすぐ言うから、おちょっとうっとりした。おうっとり、いいっすね。うっとりって言葉やな。まあそんな感じですかね、はい、うん、じゃあ総括ちょっと、じゃあ行ったんすか。これが思いっきりいった。おお、かわっち。おお、お疲れさん。いやね、ここも一個、まあもう一個ポイントがあって、その思いっきり口に行くわけやけども、この子はまだそのピュアウブすぎて、白液体が口の中に来るのがあんままだ好きじゃない。ああ、そうなんですね。口で受け止めきれてなかった。うっ、おたぼたぼたみたいな。ああ、なるほどなるほど。でもこれからだから、その子にもうフォローしてフォローして、これからだからね。いろんなことを経験するから、そうしたら今ときっとね、いろんな違うプレイがもっと楽しくなってくるから、そんなアドバイスされたの初めてなんで嬉しいですみたいな感じで。さすが指導してるじゃないですか。指導してんだよ。気がついたら絶対、でもそこで説教は絶対ダメだ。明るくポジティブなことを語る、それがドスケレート。おお、さすがですね。すみません、はい、こちらの本日の渋谷唯一のサロン、結果は最後と。おお、まあ、待ち合い室がないとか、まあ、いろんなことあったけども、結果若い、細い、可愛い、この3つをクリアしてる時点でもう満足と。おお、なるほど。誰にもバレずにチャンネル登録お願いします。渋谷唯一のピンクは見渡す限り外れなし。